太陽の城は愛知県岡崎市明大寺本町にあった公共の文化施設。正式名称は岡崎市青少年児童センター太陽の城。市民の芸術文化活動と児童の公害指導の拠点として1979年に建設され、2012年3月31日に閉館した。鉄筋コンクリート5階建て。 建物の延べ面積1.972平方メートル。ヨーロッパの古城を思わせる外見は当時では画期的であった。北側に高さ約30メートル、直径7.2メートルのシンボルタワーがあり、ウェストミンスター宮殿のビッグベンをイメージしたチャイム付けの時計がはめ込まれていた。1階は3歳の幼児から小学校3年生までを対象にした児童センター。図書室。 集会室、学習室、保健室、遊戯室などが設けられ、体力づくりのため専門の指導員が配置された。図書室は2010年時点で、児童向け図書約12,500冊を備えていた。2階以上が、青少年センターとされた。2階には、音楽ライブラリー兼図書室、視聴覚室研修会室、研修室兼体育室が設けられた。 3階から4階までは吹き抜けのステージ付けミュージックホール検体育室。300人収容のミュージックホールは騒音に気兼ねせず演奏会や練習をしたいという市民の要望に応えて作られた。4階は音響、照明、映写関係の調整室。5階は音楽練習室研研修室。 1986年4月から1996年11月まで、岡崎市市長各ライブラリーが入っていた。利用者は2010年度実績で133,200人あり、広く市民に利用されていたが、各施設の使いづらさは開館当初から指摘されていた。ミュージックホールを演奏会に使う際、舞台裏や袖口、楽屋がないため出番を待つのに、 廊下で待たなければならない、バレエの練習のために設計された部屋が、松屋にの使用が許可されないため実際は練習に使えない、といった問題点があった。1966年に建てられた旧児童館の建物太陽の城跡地写真奥から、太陽の城の跡地、旧岡崎市教育文化館と太陽の城の駐車場。 修営予備校の跡地1966年3月28日に秋葉公園が完成。その後5月までに公園内に2階建ての児童館が建設された。1979年の国際児童年を記念して秋葉公園の東側に建てられた。総工費5億1300万円。4月29日、観光。5月1日、オープン。 3階ロビーには2課会会員の画家、鈴木幸夫による縦7.8メートル、横8メートルのアスナロの稀と題する壁画が飾られた。壁画の右下隅に、内田義久市長、鈴村正宏教育長、加藤正一岡崎文化協会長らに告示した人物の肖像が並んだため、観光時から仏議をかした。同年5月12日には、 教育長とおぼしき人物の胸元に長さ10センチの傷が、教会長とおぼしき人物の左肩に7センチの傷がつけられているのが、見回りの職員によって発見された。さらに、壁画の制作費が高額であった,たため、同年の6月議会定例会の本会議で取り上げられるまでになった。岡村秀夫市議は、青少年の育成の場、 活動の拠点たる建物の中に市の養殖にある人がテープカットする状況が描かれた壁画を600万円という多額のお金を使って掲げなければならない理由があるのかと市当局を強く問いただした。内田の弁によれば内田が鈴木幸夫に主を尋ねたところ鈴木は自分はあの壁画の構想を作り上げるために半年近い歳月をかけて 想念と理念を集中した。そうしてあの構図を描いたのである。したがって、人には、それぞれの批判や論議はあろうが、私は、芸術家として、最善を尽くしたつもりであると答えたという。翌1980年、鈴木は春工記念日にあたる4月29日に、人物の部分を自ら塗りつぶしたが、そこから、新たに描き加えたのは、 アスナロの木を植える内田義久らしき人物と、その人物の背広の上着を左腕に抱える若者の姿であった。誰の目にも若者が当時衆院選に担ぎ出されようとしていた内田の長男の内田康弘であることは明らかだった。同年6月の総選挙に際し、内田義久は公選法違反で逮捕され辞職。鈴木は取材に対し、 モデルは自由に想像してください。絵は、時代の承認でねと答えた。2010年、市は、上地三丁目にある、アイプラザを、愛知県から無償で譲り受け、2011年8月2日、岡崎市総合学習センターの名称で再整備した。これを受けて、柴田光一市長は2011年9月1日、市議会定例会の所信表明で、太陽の城は、 大塚川から岡崎城を望む風光明媚な場所に立ち商業的にも価値が高い場所であるから廃止をしてコンベンション機能を有するホテルなどを誘致していきたいという旨の発言を行った市内唯一の児童館がなくなることを理由に野党議員から抗議の声が上がるが賛成多数で太陽の城の廃止条例案は可決された2012年3月31日 閉館。同年8月中旬以降に解体工事が始まった。前述の壁画は、解体予算とは別に撤去委託料が組まれ、活用方法が定まるまで保管された。2020年2月26日、内田康弘市長は、太陽の白跡地、市営駐車場、秋代公園、旧岡崎市教育文化館などの土地に、 3階建てのべ6304平方メートルのコンベンション施設、8階建てのべ4578平方メートルのホテルを建設すると発表した。この時点の計画では2023年4月1日、供用開始が目標とされた。同年10月18日に行われた市長選挙でコンベンション施設の建設中止を強く訴える。 元衆議院議員の中根康弘が初当選。同年12月21日、中根は、コンベンション施設整備事業を中止するための協議を、一旦、特別目的会社の岡崎リバーリンク株式会社と、ホテル運営事業者の三菱支所に申し入れたが、その後考えを改めた。2021年2月26日、中根は、 市議会定例会で年内12月までには事業計画を前に進めたいと述べ、両事業者に事業一時凍結を申し入れた。ありがとうございます。